ヘビーじゃない？いきなりって。そうしましょう。おはよう。どうかした？二人してどうかした？喧嘩でもしたの？じゃあ打ち合いとか？まあまあ、ジャブのような挨拶はそれくらいにしておいて。なんか見とれてない？うわ、焦ってるでこの人。マージの夢の中でか。本当にそんな風に言ったの？そう。うん、話は分かったけどね、私が言っても多分聞いてもらえないと思うな。効果薄そう？薄いというか。けど放っておくわけにはいかないし、困ったな。昨日お兄さんに会いに行ったのもそのことなんだね。そうだね。けど驚いたな、兄さんがそんなことしてるなんて。悪いけど、三木村さんちょっと変なんじゃないかな。うん、何考えてるんだろう。とにかくお母さんに相談してみるね。お願いします。戻るから。はあ、心配だね。やきもきしちゃうって感じで。別に彼にほの字ってわけじゃないよ。凌介くんが心配すると困るからさ。よしサンデー、テレ屋さんには猫パンチだ。
私、殺人とかそういう犯罪、特に嫌いだから。同じ？そうなんだ。昔、嫌なことがあったんだ。それは忘れていない。私も今日は帰るね。バイバイ。そろそろ食べ頃かな。美味しそうね。なんかみんな浮かない顔ね。そんなことないよね、みんな。そう？トウモロコシ好きじゃないとかそういうことない？ううん、食べたい食べたい。ならいいんだけど。じゃあ、半分に切ってくるから、ちょっと待ってて。京介も？難しいよね。見つけようとして見つかるわけじゃないから。それが出てくるのをただ待っているような感じだからね。あれ、嫌な感じしなかった？この前はびっくりの方が強かったけどさ、振り返ってその時のことを思い浮かべるとすごい嫌な感じがした。嫌な感じか。うん、それ私も感じたな。雲を見ちゃった時みたいな感じ。
敵。副隊点？どうにも相入れない敵同士って意味だけど。いないね。何だったの今の。正しいこと？変なやつけど嫌だね。どうかした？空？流れ星でも飛んでた？昼間じゃ流れ星なんて見えるはずないか。な、何？どうかした？おばば？違う、だって。な、何よみんな。どうしたの？大丈夫？日射病？貧血？生理かな？ああ、ダメね、これは。みんな、ごめん。ちょっと通り連れて帰るから後片付けお願いできる？はい。トウモロコシもごめんね。やっと。おばさん、全然気づいてなかったよね。本当に嫌になってきた。おばさんがなんか別のものになっちゃったみたいな感じした。
おはよう。には言っておいたよ。ちょっと困ってたけどね、どうしたものやらって。あの時私は気を失っちゃったから。